西小倉駅は福岡県北九州市小倉北区室町3丁目にある九州旅客鉄道の駅である。駅番号は鹿児島本線が JA27、日豊本線が JF02、北彦山線が JL2。鹿児島本線と日豊本線の線路が分岐する駅で普通列車の他に快速、区間快速列車が停車する。 当駅はもともと日豊本線の単独駅として開業し、鹿児島本線のホームは1987年に追加された。そのため当たり駅の所属線は日豊本線となっている。このほか、日豊本線、白野駅を起点とする日田彦山線の列車はすべて小倉駅始発、終着で運行されているため、当駅からも利用可能である。なお、 小倉駅は当初現在の当駅付近に設置され、1958年に現在の場所に移転した。そのため当たり駅のホームの一部には、旧小倉駅のものが再利用され、改良を重ねている。改札口ホーム端式ホーム一面一線と、島式ホーム二面四線、計三面五線ホームを有する地上駅。2003年に完成した。 橋上駅舎にはエレベーターが設置されている。古仙橋の一部に廃車客車の大枠が流用されている。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護下の使用が可能である。5番乗れ場が短式ホームである。日豊本,本線と鹿児島本線の接続駅として乗り換え客が多いため。 乗り換え客を含めて、当駅の利用客数の値を出すならば、当駅の乗車人員数より大幅に大きくなる。3番乗り場には、小倉総合車両センターへの出入場線が接続しており、時折出入場車両が停車していることがある。日方本線の特急、ソニック、日輪 C ガイアは、一旦当駅を通過して、小倉駅に停車し、 小倉駅でスイッチバックをして再度当たり駅を通過する。このため、ソニック、日林 C ガイアに小倉駅をまたいで乗車する場合は、小倉駅当駅間の往復分は、運賃、特急料金の計算には含めない。また、小倉駅でソニック、日林 C ガイアと普通、快速列車を乗り継ぐ場合は、小倉駅当駅間の乗り越し分の乗車券は、不要である。以前は、 鹿児島本線の快速列車も当駅を通過していたため同様の特例が設けられていたがリバーウォーク北九州が開業したこと信号対比等で停車することがあったことなどから2003年に乗客取り扱い停車をはじめ比喩等列車同士の乗り換えについては西小倉駅で対応することとなったこのため現在は小倉駅当駅間の運賃が不要の特例は上記のように 優等列車に通して乗車するか、優等列車と非優等列車を小倉駅で途中下車なしに乗り継ぐ場合のみに適用される。なお、この特例は西小倉文字公営機関を通過する特急36プラス3にも適用されるほか、平成29年7月九州北部豪雨により、久し台本線の一部区間が普通になっていた間、小倉駅経由の迂回ルートで、 臨時運行していた特急、湯布院の森にも適用されていた。2019年度の1日平均乗車人員は5269人であり、JR 九州の駅としては、今宿駅に次いで第36位である。2003年にリバーウォーク北九州が開業してからは、利用客が増加している。JR 九州及びと、受け北九州によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、駅名表。イラストは、小倉城の天守閣紫側の右岸近くに位置する小倉駅に対し、当駅は紫側の左岸近くに位置している。北九州市役所や小倉城、リバーウォーク北九州は当駅が最寄り、小倉の中心市街地は小倉駅が最寄りとなる。ありがとうございます。